ホノススポーツ、大事な一戦第3セットのゲーム3が間もなくスタートいたしました。解説には来季さんに来ていただいております。そうですね、まあもう顔が自信に満ち溢れてます、ね、やっぱり、はい、来季ジョーンズ選手、そうですね、やっぱり顔に出てますか。もういけそうですねいけそうであると、いうことで、お互いまずは見合っていきます。そうですね、さあここはとりあえず、まあ、相手の様子を伺っていくっていうフェーズですかね。そうですね、まあ、とりあえず相手がユニット出してから出したいなっていうお互い思ってる。なるほどなるほど、はい、さあしっかりここは待っていきますが、まず仕掛けたのはライキ・ジョーンズ選手。いややっぱ勇気がすごいですね勇気が今別勇気いるんですね。なかなか出せないですね。なるほどなるほど、やはりこのクラスのレベルになってくると初手でゴーストを切っていくのは勇気がいると、ね、さあ試合は転向していって、さあここは一旦お互い受け合っていけ、さあさらにマンオージピー選手、ここは三重視の展開です。いやあ、ここで三重視と、いややっぱこれセンスあります、出し方がやっぱ相手の同じように出すんじゃなくて、はい、俺はちょっと一味違うこと言わんばかりにお互い逆にするわけですね。2対3対、そしてファイアーボールがクロスに飛び交っていきますが、ここはファイアーボール、マンオージピー選手ミスしてしまいますこれそうですね、実はライキ・ジョーンズ選手も1体外していたんですよ、はい、あ、1体お互い外していたんですね。なるほどなるほど、クロスでファイアボールがミスっていたと、まあ、挨拶代わりにお互い外し合うみたいな挨拶代わりにお互いやっぱりそういうハイレベルなこう心理テクニックを揺さぶるような、プレーが見られました。そうですね、さあここはまたお互い見合うフェーズで、さあバーバリアンの小屋ですか。 このカードのチョイスどうですか。いやもう半端じゃないですね普通常人の脳みそならできない判断、常人の脳みそではなかなかバーバリアンの小屋という答えにはたどり着きませんが、ね、さあここはバーバリアンの小屋、さらにはマジックアーチャーでうまく相手の位置が完璧ですよもう1マス後ろでも1マス前でもダメです。今の位置、あの位置がやっぱりすごい大事だというところで、的確な位置にマジックアーチャーを出していきました。それをマンオージーピー選手ハンターで受け止めていきます。ここもう1ダメージも許すまいと言わんばかりの丸太で、確かに丸太の反応もすごい早かったですね。さあお互いここから終盤戦、あのしっかりと後ろから三重視を展開していきます。もうやっぱりここは相手の一重視と二重視に対して同じように出していって、はい、やっぱさっきのようにはいかない。さっきのクロスはさっきとはまたパターンを変えてくるわけですね。そうそうそう、さあどうするみたいな、もうその余裕を余裕をね、はい、ね、なるほどなるほど、ここはもうライキ選手がメンタル的にもすごい優位に立っているという現れですね。さあお互いにここユニットを交換しつつも若干ダメージを稼いでいきました、ライキジョーンズ選手、ね、まあ、普通にここは普通にユニット受けるのではなく、はい、ババリアの小屋が出てきたババでね受けることによって、やっちゃおいしい、おいしい、これはやっぱりテクニックというわけですね。さあここはさらにそのババリアの小屋を使いながら相手のロイヤルホグを受け、さあ三重視に対しても、ユニットで受けていきます。そうですね、まあ、相手の三重視にやっぱゴースト当てたいところなんですけど、はい、先に切っちゃったので、まあ、この防衛がちょっと見ものですね。あ、さらにここはマジックアーチャープラスのファイアーボールで三重視を処理。いやーやっぱセンスありますねセンスが輝きました、輝いてますね。さあそう、さらにはライキ・ジョーンズ選手のここで相手はファイアーボールとゴーストを切ったので、はい、固め出しでいきますね、一気に攻め立てていきます。さあここはローリングウッドも重ねながらロイヤルホグがしっかり入っていく、よく見てますますね、やっぱり違いますね普通の人とは。やっぱりここは違いますか、違いますね、違うプレーを見せてくれました。やっぱ普通の人だったら、はい、この大舞台でこんなプレーはできないと思うんですよやっぱり、ね、その慌てちゃいますよね。いや本当笑い事じゃないです、ごめんなさい、笑い事ではないです、はい、ここはファイアーボールとローリングと切ったのを見て、プレッシャーをかけていきました。でも相手はこう1ダメージを許せないんでハンターを出さざるを得ない状況を作るライキジョーンズ選手がやっぱり半端じゃないここはやっぱり相手に常にプレッシャーをかけていきます。さらにはここはバーバリアンの小屋でリードを取っていきます。さあこうなると試合展開的にはマウンジーピース選手ももう勝負仕掛けていきたいところですかね。そうですね、やっぱりこのままだと負けてしまうので、はい、ここで一発ドカンといきたいところですね。さあここでマジックアーチャーでダメージを狙いますが入りません。さらにはここロイヤルホグに対して、さあロイヤルホグのカウンター、あーここはちょっと相手の三重視を予想してなくて出しちゃった感じですね。なるほど、このマウンジーピース選手もやはり相手のロイホグを意識したタイミングでの三重視展開ですね。そうですね、さあアウトローで受けていき、この防衛が少し苦しいがどう守るんでしょうか。お、マジックアーチャー、マジックアーチャー、ゴースト、いやーなかなかできないですよこれはこの前後に、揺さぶられたこのアタックに対してしっかり的確なユニットを当てていくライキジョーンズ選手、これ以上にない答えを出していきました、これ以上にない答えを出していきました、はい、さらにはここはマジックアーチャーを三重視で処理、さらにはその三重視に三重視当てていくライキジョーンズ選手。さあここはかなりお互いダメージを入れたくないという展開で、さあロイヤルホグを展開、おーロイヤルホグ、ここアウトローと丸太で、
そうですね、抑えていきましたね。でここは普通なら守れるんですけど、やっぱザップ打たれたからやばいということで、まあゴースト出していくと反応速度も速かったです。反応速度速い、もうピカイチです、ね、ピカイチでした、はい、さらにはマンオン GP 選手もやはり速いザップ。さあここはもうお互い差し迫ってまいりました。でエリクサーのアドバンテージを取ってんで、しっかり後ろから30周出していきた。なるほど、落ち着いたわけですね。そうですね。で、相手の端前ゴースト、ここをまあ見逃すまいと言わんばかりの、ここはロイヤルゴーストをうまく引きつけながらロイヤルホグ展開です。そうですね。さあそしてこれでさあ30周も一発2発と入りガッツポーズ。まあ普通の選手が使う30周ならやっぱりここは一発入らなかったところなんですけど、やっぱ使う選手によって30周入るか入らないかも違うんですね。やっぱそこは違くて、はい、本当にやっぱライキ・ジョーンズ選手の30周だからこそここは勝ち切れたのかなというところですね。ということで、ああ、こう、今日も絶好調の決めポーズ見せてくれました。すごい。かっこいい。かっこいい。かっこいいな。かっこいい。